先日行われたドイツ戦において攻撃面では2得点に絡む活躍、守備面ではニャブリを完封するなど世界の強豪相手にもその才能を発揮した菅原由紀成。そんな彼が持つ世界有数のサイドバックが持つ希少な才能を昨シーズンのスタッツとともに紹介していきます。このチャンネルではフットボールの最新情報を特集しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。最初は攻撃スタッツです。サイドバックながら3得点を記録、1試合あたりで 0.9 本のシュートを放つなどサイドバックとは思えぬ攻撃力を発揮しています。中でも注目がシュートを放ったエリア内からが17本、エリア内からが10本とオフザボールの動きでエリア内への侵入が得意なことが分かります。次は1対1です。エールディビジの有望な若手ウィンガーを相手に勝率ともにサイドバックとして申し分ない数値を記録しています。先日のドイツ戦のスタッツが勝利数3、勝率 50% を記録した点から対戦相手のレベルに関係なく安定したパフォーマンスが発揮できると分かります。最後はチャンスメイク。サイドバックとしてリーグで2番目のアシスト数を記録、アシストと決定機演出の合計で16を記録し31試合の出場記録から2試合に1回の割合で決定的なチャンスを作った計算になります。この数値はサイドバックとして世界トップクラスです。そしてこのチャンスメイク能力こそが菅原由紀成が持つ世界有数の才能です。彼はテオ・エルナンデス、アーノルド、ハキミなどの世界トップクラスが持つ試合を決定つける能力を持った希少な選手です。現代フットボールでは最重要ポジションとも言われるサイドバック、日本の新しい黄金期に彼のような選手が台頭してきたことは嬉しい限りです。日本史上最高のサイドバックになる可能性を秘める選手にこれからも注目です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。